ビーデブートのものとされる旗パトリムパスは、異教時代のプロイセン神話やリトアニア人の神話で言及される、海、または穀物の神である。ポトリンポやポトリンプス、アトリムパスやアントリンプスやオートリンポ、ナトリンプといった名前でも知られている。パトリムパスは、ピクラス、ペルクナスと共に、リトアニアの神話で、著名、主要な三つの神格の一つと定義されている。 この神について知られていることからの多くは信頼性の低い16世紀の情報源から得られている。パトリムパスは14世紀の文書、コレイシオエスピスカッピーバーミンシスで初めて名前が挙げられている。その文書とはバルミア司教によってローマ教皇マルティヌス5世に送られたもので、金々悪魔であるパトリムパスとピクラスを崇拝していた。 異教徒のコップロイ先人たちをドイツ騎士団がキリスト教家するのに成功したことを教皇に知らせるものだった。セドビアンブックサイモン・グランオはパトリムパスは穀物の神であり、そして雷神、ペルクナスと死神ピクラスと共に異教における三位一体を構成していたと主張した。パトリムパスはビーデブートの旗では穀物の下水でできた花冠を被っている。 若く快活な男性として表現された。グランオは、さらに、ヘビが、パトリムパスの創造。スドビアンブックは、流水の神としてのポトリンプスと、海の神としてのオートリンポを記載している。ラシキュースによれば、1582年の時点で、コプロイ先人たちが信仰していた神々の中には、川と泉と司る神ポトリンプスと、海を司る神、アントリンプスがいた。 後の時代の長術家たちはこれら文書の説明を真似て、大抵は、ポトリンポと、オートリンポ大地と水をつかさどる一柱の神に、統合した。ヤンサンデッキー・マレッキアラシキウスは、コプロシセンブトがポトリンプスに祈り、熱せられた牢を水に入れて、牢の形状に基づいて、未来を占った旨を記している。マチェイストル・イーコフスキは、ロムバの神殿には、 パトリムパスの同性の偶像があったと書いている。シモナスダウカウンタスは、泉、幸福、豊穣牛、そして穀物の神としてパトリムパスを説明した。ティーナルブッドの説明によれば、パトリムパスは、海と水をつかさどり、人間の最も基本的な欲求を満足させるために、必要なあらゆるものを授与してくれる神であった。パトリムパスが与える。 人間の基本的な欲求を満足させるために必要なものとは水であると解釈されている。昔から水は神羅万象の始まりであり、あらゆる生き物の根源であると考えられていた。そのため、水を象徴するパトリムパスは生物の成長を促す豊かなものの神格であった。ロムバの神殿、大樹に見柱の神々が祀られているパトリムパスは、 1853年に、ルートビヒベヒシュタインが書いた、ドイツ伝説集の中でも言及されている。コプロイセンの町、ロモオフェには、夏も冬も青々とした葉を茂らせた、大きなカシワの木があり、そこに、ライジンペルクノス、死神ピコロス、そして戦争と法上を司る神、ポドリンポスが祀られていた。こうした聖なるカシワの大樹は、他の地方にもあった。ある時、 ビーデブー島は、自身が高齢となり敵とも戦えなくなったことを、悟ると、国を、息子たちに譲り、それからロモフェにあるカシワの大樹の下で自身を見柱の、神々に、生けとして捧げるべく焚き木の炎の中に身を投じた。プロイセン地方のトルンにも、コップロイセン人たちに広く知られた聖なるカシワの大樹の四本目があった。そこにも、ペルクンノス、また、 かつて、リトアニア人にとって、最も有名だった、大きな聖書が、ロンビヌス山の山頂にある神殿に祀られたのは、寒気の神リゴのほか、食事の善を司る、クルヒョ、家畜の神バルスカイと、家金の神イシュバンブラートの御柱の神々だった。この御柱は、コプロイセン人が、好意の神々とみなしていたペルクンノス、ピコルス、そしてポドリンプスに次ぐ位置にあったとされている。 前述のようにパトリムパスはヘビと関連付けられることがある。その姿が人の顔を持ったヘビとして表現されることもあり、またパトリムパスの象徴とみなされる麦の穂で覆われた水の入った壺はヘビの巣にもなる。人々はパトリムパスに対し海で採集した竜よだれ子を捧げたり、時には人柱を提供することもあったという。コジーメリスブーガによれば、 パトリムパスの名前は、リトアニア語の動詞、トレンプテに関連のある五感のトリンプマイナスから派生しているという。この研究に従って、ウラジミールとポロフは、最初は、法上神トリンプスがおり、それが後に二柱の神に分けられたと考えた。さらに、研究者たちは、その名前が法上の儀式に関連している、可能性があると考察した。サイモン・グランオは、 プロイセンの歴史家。詳細は、英語版記事、サイモン・グランウを参照。レイショス。キリスト教聖職者で、バルト地方の古来からの神々に関する記録を残す。詳細は、英語版記事、ヤン・レイシッキーを参照。ティーナルブットは、リトアニア系ポーランド人の著述家、歴史家、考古学者。詳細は、英語版記事、ティアド・ナーバットを参照。 ルートビヒベヒシュタインは、ドイツの著述家、民話の収集家。詳細は、英語版記事、ルートビヒベヒシュタインを参照。パーキューノス、パイカローズ、ポトリンポスは、約中112で確認した綴り。パーキューノス、パイコラス、ポトリンピスは、約中112で確認した綴り。この伝説には次のような続きがある。ある時、ドイツ騎士修道会の最高行政官の、 初代地方長官のヘルマン・フォンバルケが、プロイセン地方に着任し、古来の宗教を排除して聖書も破壊したが、この柏の木は残し、自身が構えた城塞の見張りの塔として用いた。トゥルムが転じてトルンとなり、柏の木や、後に、そこに築かれた町の名にもなった。トルンの名の由来については、ペルクノスと同じ雷神であるスカンディナビアの神トールに関連づける。 他の伝説もあるが、ベキシュタインはトゥルムが由来だとする。この伝説が最も信憑性が高いと記している。カーニッヒスベク。後のロシアカリーニングラード。ありがとうございます。